アイテム番号 SCP-424JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-424JP は研究用に3体のみを1体ずつ 15cm×15cm×80cm の高マンガン構成容器に入れ、サイト8168の収容ロッカーに保管します。各容器にはセンサーを取り付け、活性化の兆候がないか常に監視します。新たに発見された個体は SCP-424JP の下部から風速30メートル以上の風を当てて無力化し、すべての骨組みを折った後焼却処分してください。保管している SCP-424JP には月に一度、5kg 程度の獣肉が餌として与えられます。給餌はロボットを用いて遠隔操作で行い、職員は開いた状態の SCP-424JP の下に入らないよう注意してください。説明、SCP-424JP は一般的なビニール傘に擬態した肉食生物です。SCP-424JP の骨組みの部分はチタン、カーボンファイバー、スチールなど、一般的な傘に使用されている素材と同じもので構成されていますが、傘布に当たる部分は主に基沈質1で構成されており、厚みは一般的な傘よりも厚く、0から 0.2 ミリメートルです。この部分に消化器官や感覚器官があるものと考えられていますが、現在においてその構造は判明していません。SCP-424JP の活動サイクルは休眠期と活動期に分けられます。休眠期、SCP-424JP は、人間が傘を置き忘れそうな場所。これまでに発見されたものではコンビニエンスストアの傘置き、線の電車内などがあります。2、他の傘と混ざって身を潜めます。この時の SCP-424JP と通常のビニール傘を判別することは非常に困難です。活動期、SCP-424JP が人間以下、SCP-424JP1 と表記、によって持ち去られると、活動期に入ります。SCP-424JP は通常のビニール傘と同じように機能しますが、SCP-424JP を指した SCP-424JP1 が人気のない場所に移動したとき、SCP-424JP は骨組みをしなやかに曲げ、その先端で首を噛みちぎるようにして、SCP-424JP1 の頭部を捕食します。切断された頭部は SCP-424JP の内側で粉砕され、およそ0秒で完全に傘布の内部へ取り込まれます。この時、SCP-424JP が発揮する力は約、キロニュートンと推定されています。同時に SCP-424JP の柄となる部分が SCP-424JP1 の手に巻きつき、そこから触手を差し込んで脊椎に接続し、SCP-424JP は SCP-424JP1 を乗っ取ります。SCP-424JP1 が捕食される前に SCP-424JP を置いた場合は再び休眠期に入ります。捕食し、SCP-424JP1 を乗っ取った SCP-424JP は、傘の色を赤く不透明に変え、首から上を隠すようにして歩きます。この赤い色は SCP-424JP1 の血液だと推察されます。SCP-424JP1 は捕食される前と同じように歩きますが、呼びかけなどには反応しません。その後、SCP-424JP 自身を傘立てなどに置かせ、触手を収めて休眠期に入ります。この時、色も透明あるいは半透明に戻ります。捕食された SCP-424JP1 はその場から数歩歩いた後に倒れます。SCP-424JP は2000年月日頃から連続して発生していた首なし殺人事件を財団が調査した際に発見されました。これまで体が発見されています。実験記録 424JP01日付2000年月日被験者 B42401 実施方法 SCP-424JP を被験者に刺させ反応を観察する
結果、観測から2時間経過しても、捕食する様子は見られなかった。分析、誰かに見られているうちは捕食しないようである。実験記録 424JP-02、日付2000、年、月、日。被験者、B-424-01、実施方法、SCP-424JP を被験者に刺させ、反応を観察する。目視での観察は行わず、カメラのみを用いて観察を行う。結果、観測から2時間経過しても、捕食する様子は見られなかった。分析、カメラによる目視も見られているうちに入ると考えられる。実験記録 424JP-03、日付2000、年、月、日。被験者、B-424-01、実施方法、SCP-424JP を被験者に刺させ、反応を観察する。目視での観察は行わず、カメラのみを用いて観察を行う。さらに人工雨を降らせる。結果、観測から21分後、SCP-424JP は B-424-01 を捕食。周りを見回すような反応を取った後、もともと SCP-424JP が立てられていた傘立てに自ら戻った。B-424-01 は死亡。分析。原因は観察方法ではなく雨の有無にあったと判断。以降の実験では目視での観察に戻すこととする。実験記録 424JP-04、日付2000、年、月、日。被験物、牛肉 5kg、実施方法、牛肉の上に開いた状態の SCP-424JP を設置し、反応を観察する。さらに人工雨を降らせる。結果、観測から56分後、SCP-424JP は牛肉を捕食。触手を巻きつける部分がなかったため、直後に休眠期に入りその場に倒れた。分析。人間の場合より時間はかかるが、獣肉でも救助は可能と判断。特別収容プロトコルを改定する。収容違反記録、日付2000、年、月、日、捕食させないまま1ヶ月が経過していた SCP-424JP の1個体が、休眠期にもかかわらず活性化。強化アクリル容器を破壊してロッカーを脱出しました。SCP-424JP は自発的に傘を開き、事態の収束に当たった機動部隊員の一人を捕食しました。この時、機動部隊は、キロニュートンの圧力に耐えるヘルメットを装備していたのにもかかわらず、ヘルメットを粉砕して捕食されたことがわかっています。この直後、SCP-424JP は偶然にも傘が、裏返った、状態となったため、無力化しました。この事件を受け、特別収容プロトコルが現在のものに改定されました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。